よくホワイト取るぞ。はい、位置ここでいいですか。ああ、いいよ、逆さまだぞ。なんか肌荒れてんな、お前。そうですか。最近やってないんじゃないの。いいよ。はい。あそこね、あそこの角、すぐ見えないけど、あそこの角ね、こう向こうからずっとこう歩いてきてもらって、で信号が変わったらこうもう斜めにこう突っ切って構えなさい。でこう歩いてくるよね。でこう歩いてきて、僕ここにいるから、でここまで来たら僕の顔見て、カメラは絶対見ないので、はい、何も言わなくていいから、最後の立ち位置ここでいいかな。もうちょっと前ですよ。もうちょっと前、はい。はい、そこ。はいはい。はい、マークして。はい、印行ってます。はい、じゃあ行ってみようか。ね、彼来てその後どうするんですか、これ。とりあえず来るまで。テロップレで、頭で使おうかと思って。いるのかな、こんなカット。とりあえず撮るだけ撮っとこうよ。使わなかったらすればいいんだからさ。うん、了解。はい。じゃあ、よろしくね。はい。ようこ、ようこ。はい。はい、ピントとサイズを見たいんで、はい、横断歩道を渡ったところと出るところ、一回止まってくれる？はい、わかりました。はいはいはい。どう？ちょっと待ってください。はい。よかったら言って。はい、OK。はい。はい、どうかな。はい、どうぞ。はい、じゃあ、よかったら回して。はい、回りました。なんですか、信号ですかこれ。うん、いいよ、回して。うん、サイズ変えときますよ。はいはい。はい、カット。ちょっと硬かったかな。もう一回やりますか。いや、どうしようかな。いや、いい、オッケー。はい。もうちょっとほら、リラックスしてさ、もう普通でいいから。もう普段の通りで。緊張しないでね。はいはい。これって顔入んないんですよね。あ、大丈夫だよ。モザイクかけるから。大丈夫ね、こんな感じ。どう、こんな真正面から映すんですか。いやいや、まだまだまだ、これね、まだ決まりじゃないから。二人でこう、インタビュー形式で撮りますから。大丈夫。あ、やっぱさ、ね、これさ、こっちから狙った方がいいんじゃないのかな。そうね。うん、その方がいいと思うな。はい。岩ちゃん中心でいいのかな。うん、で、金村君の顔をほら舐めて、で、やって。はい。彼、モザイク入るから、ちゃんと入れといていいよね。うん、大丈夫。ちょっと待って、こういうのって、こうテレビで流れて、それが終わった後にテープとかってどうするんですか。あ、取材テープ、うん、あれはまあ大体編集終わったら全部消しちゃうけどね。あ、もう全部消しちゃう、うん、そうそうそう、うん、編集済んだやつだけ残して、で、まあ、素材を全部消しちゃう。じゃあそれにモザイクをかけてもらえるんですか。もちろん、だってそれがね、ほら、オンエアに使うやつだからね。え、なんで。いや、それって、そのテレビで流れる時だけはモザイクがかかってて、でそれ以外のやつではかかってなくて、なんかテレビの人に見られたりとか。疑い深いな。いや、まあね、ほらテレビいろいろあったからさ、まあ信用できないっていうのはよくわかるんだけども。
でも信じてよ。いや信じてないわけではないですけど。僕のこと信じて。信じてください。絶対ね。絶対君の話ほら外部に漏らしたりしないから。ああ。お願いします。大丈夫。はい。お願いします。始めていいかな。あ、そうです。はい。あのね、カメラの方は絶対見ないで、うん、こっちでこういう感じで構わないから。あ、そうですか、うん、はい、じゃあ回してくれる。はいはい、はい、回りました。はい、そうです、すみません。あ、何、あと、うん、こうテレビとか見てると、うん、なんか変なコメントとかつけたりするじゃないですか、うん、なんかオタッキーとか例えば僕の言葉勝手に使ってなんか。いや大丈夫なんだって。 あのね、僕の声もこれ一緒に流すわけだからそんなことできないから。ねえ、岩井さん、はいはい、許可取ってないから見つからないわけ。あ、はいはい、オッケー。はい、じゃ あやっていこうか、はい、ね、はい、はい、どうぞ。あ、ちょっと待って、あの無線機ちょっと出してくださ。無線機出すから。ああ、うん、はい、手元にこうやって入ってる、うん、入ってる入ってる、はい、待ってるよね。待ってますよ。はい、じゃあ始めます。まず、まずお尋ねします。職業は？今はフリーターです。アルバイト、はい、どんな？まあ、ガソリンスタンドとか、うん、あの警備員とか。まあ景気悪いでしょう。まあ不況ですから。あのね、そのバイト先にこの無線機とか持って行ったりするわけ？これは持って行きます。バイト先の人にバレたりしない？バイト先では聞いてないですから。ただ行き帰りの電車とかそういうのでは聞いてますけど。その電車の中なんかでね、例えばどんなものが入ったりするわけ？JR の無線とかで例えば事故とかありますよね、うん、そうするとこう事故の情報が入ってきて、うん、なんか、ああここで事故があったのかとか、そういうのは分かった。でもそういうのってね、聞いてて罪にならないのかな？聞いてる分なら罪にならないと思いますよ。それをこう誰かにベラベラ喋ったりしたらまずいと思いますけど、うん、なるほどね。他には？まあ電車の中とかですか？まあ、あの電車の中とか、まあ、街歩いててもね。ああ、うん、僕の場合はコードレスフォンとか自動車電話がほとんどですよ、うん、ちょっと無線機見せてもらえるかな？ねえねえ、ちょっとこれアップで撮っとこう、はい、ね、はい、うん、これ持ち歩いてるわけか、うん、緊張してる？ちょっと緊張しないで普通に喋っていいからさ、はい、あのカメラ意識しなくていいから。ああ、うん、どう？もうちょっとこっち向けて。うん、はい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 、ちょっとつけてみ見てもらえるかな？この映しちゃっていいですか？いやいや大丈夫大丈夫、ちゃんとごまかすから。これ電話入るかな？入りますよ。ねえ、操作ってそれだけ？ええ、随分簡単なんだね。いや、携帯もコードレスも周波数が決まってて、うん、それをメモリさせちゃってあとはサーチするだけなんですか？ねえ、電話はこれ？そうですね、どっかのおばさんのつまんないおしゃべりじゃないですかね。何しゃべってんだろうねこれ。なんですかね、大体こんなんばっかりですけど。ねえ、あのさ、他にも何か聞けるかな？ああ、ちょっと待ってください。これさ、ひょっとしてテレクラじゃない？くせえんだろうね。どうもありがとう。あ、ねえねえ、はい、あのさ、こう、金村君の目切っちゃってさ、口元こう、ほら、寄っといてくれる？あ、大きいサイズなんですね。そうそう、はい、陽子、はい、三脚持ってきて。ちょっと待ってね、はい、いや、びっくりした、こんなはっきり入るんだ。すごいすごい。でもこの辺の近所の人が入ってるのかな？まあそうですね、ここだとこの辺のマンションの人とかが入ってるんですかね、うん、そっか。でもこれ夜とかね、夜とかになるとやっぱり若い人たちの会話の方が多くなってくるわけでしょ。恋人同士の会話とか。そうですね、うん、あとはまあ女の人だと長電話結構知ったりしますから、そういうの入ってたりとか。はい、お待ちください。はいはい、どうも。じゃあちょっと続けさせてね。あの無線マニアになってきっかけっていうのかな、それはどんな感じ？中学の頃にまだあの頃 P ちゃん入ってたから。ちょ、あの P ちゃんっていうのは？ P ちゃんって警察無線。
ああそうか、はい、ああなるほど、うん、それを、まあ、友達やってるの見て、うん、ああ面白そうだなと思って興味半分、はい。まあだから聞いてるとなんかこう自分も警察になったみたいな気分になるんですよ結構。それでなんかそうですね、もう一日中聞いてたなあれ。あのね、ああそういうのって聞いてて快感なの？そうですね、まあ最初の頃は快感っていうんじゃないですけど、まあ似たようなの、はい、ありますよ。で、のめり込んじゃった。そうです、ね、いつ頃からさ、ああその本格的にのめり込んじゃったって感じ？高校の頃にお金貯めて広い範囲の買ったんですよ。結構高いでしょ。まあ高校の頃にしてはちょっと高いんですけど、うん、まあでもそうですね、それ買ってから本当もう一日中聞いて面白かったですよ。あの頃はやっぱ慣れてなかったから。ねえねえ、どんなものが入るのかな。まあでもさっき話したようなやつですね。もうちょっと詳しく聞かせてもらえる？だから、まあ、コードレスと自動車電話、携帯電話、うん、パーソナル無線とか消防無線も入るし、あと盗聴器も入りますし。え、盗聴器？盗聴器も入ります。やばい、若いですけどね。まあそう、まあ航空無線とか担ぐけど。あのね、そういうのをこう聞いててさ、得することってあるのかな？そうですね、得っていうわけじゃないですけど、うん、なんかこうやっぱ人が知らない情報を自分だけ知ってるじゃないですか、うん、そういう部分のなんか優越感みたいな、そういうのありますね。なるほどね、うん、あとはまあ電話だとみんな聞かれてるとは思わないじゃないですか、うん、だからそれで結構めちゃめちゃ言ってたりするんですよ。そんでなんか近所のあれ、うちの近所のおばさんだと思うんですけど、俺のこと変質者とか言って言ってやがって、そういうのありますよ。君のこと知ってる人？まあもう近所のババアですよ多分。それからもう家ではもうコードレス聞かなくなりましたけどね。おっとごめんなさいね。大丈夫？大丈夫です。大丈夫だよね。はいはい、すいません。いやいや、ね、まあだから君の場合は知ってるわけだ、そのなんか自分の話がさこう利用されてるっていうこと。そうですね、もうだからもう会っても仕方ですよ。でもね、街で会ったりしない？そのおばさんなんか。いやもう会いますけど、もう全然もう知らないふりで。自分がだって文句言われてんのにね、こんな挨拶する気なんかないし。それも余計それで向こう変なやつだと思ってるかもしれないけど、関係ないですけどね。でもね、それ逆に言えばさ、うん、まあ他人のプライバシーをね勝手に聞いてるわけじゃない？まあやましいと思わない？でもそれはないっすよ。だって勝手にみんな電波流してて、こっちは勝手に電波キャッチして、聞かれたくなかったらだって流さなきゃいいんですもん。まあそう言っちゃえばそうなんだけどね。そうです。ちょっと変なこと聞くけどね、うん、これ使って例えば悪用したりっていうようなことはなかったか？悪用ってどういう、うん、例えばさこうほら秘密聞いちゃってね、人の秘密聞いちゃってそれでどかしたりとか。いやいやいや、それはやらないです。だってそんなんで変なこと巻き込まれたら嫌じゃないですか。あーとすいません、はい、はいはい、バッテリーチェンジします。はいはい、ようこバッテリーちょうだい。ちょっと待ってね、バッテリーチェンジ。はい、バイト変わったりするの大変です。はい、どうぞ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、さっきの続きから行きますよ。では待ってるよね。待ってます。はい、さっき盗聴器とかも聞けるって言ってましたね。うちの向かいに住んでる多分女子大生だと思うんですけど、うんうん、その人のところに仕掛けてあるんですよ。え、盗聴器？はい。それってさ、どうして分かったの？まあ、偶然分かったんですけど。え、どういう偶然？こう、なんかその人が帰ってきますよね、うん、それでなんかこう、部屋の動きっていうか状況がなんかあってて。あ、ということだよ、うん、例えばこう、彼女が帰ってきてドア開けたりとか、はい、こう電気つけたりステレオを鳴らしたりすること？そうです。あ、もう向かいなんで。あ、真ん前。はい、はあ、じゃあそれが例えば音が聞こえてくるのと、はあ、こう状況が一致してるわけだ。そうですね。はあ、なるほどね。そういうのってさ、最近その盗聴器仕掛けてやるのって多いわけ？まあ今よくあると思いますよ、今は。それ誰が仕掛けるのかな？俺じゃないですよ。俺じゃないですよ。まあ多分まあ、家族とかそういう、うん、家族の人とかそういうのじゃないかな。どうしてそう思うの？
きっとなんか事情があって仕掛けるわけだから、まあいたずらとかそういうのは別だと思うんですけど。ね、君はね、それ誰だと思う？あの人は女の人だし、お父さんとかじゃないですかね。あ、父親。はい。あ、娘のこう生活監視してるわけ。一人暮らしだし、なんかやっぱ心配になってる。なるほどね。会ってみたいよね。その人にですか？まあ、その女の子にさ、まあ、いやいや、だって、ね、父親かね、まあ、わかんないけどさ、まあ、その人がさ、こう自分の娘のね、こう生活を監視してるわけでしょ、盗聴で。ねえ、どういう家庭なのかなって、興味あると思わない？でもやめといた方がいいんじゃないですかね。どうして？だって本人知らないわけだから、そんな人は傷つきますよ、絶対。いや、だってさ、そんなこと言ったらね、君だってほら、それ聞きながらね、これハラハラだか、まあ、ドキドキだか分かんないよ、まあ、してるわけじゃない。で、それがいいわけ？もう、どういて知らないですからね。知らないっていうのは何もないのと同じだと思うからさ。いや、ごめんね。君をさ、責めてるわけじゃなくって、その、まあ、彼女はさ、そら聞いたらショックかもしんないよ。でもね、やっぱ本当のことって分かっといた方がいいんじゃないのかな、それ。それをテレビで流すんですよね。それは内容によるけど、やめといた方がいいと思うな。そう？だって、ね、そんなの見てる方は面白いかもしれないですけど、撮られてる方とかはもう全然何の得もないですからね。いや、でも興味あるじゃない。だってね、こうほらこう家庭内になるだけですよ。いや、親子関係でだよ、その盗聴するなんてさ、まあいわゆるその現代の人間関係を考える上で興味深いと思うんだよね、視聴者だけさ。岩ちゃん、岩ちゃん、警察車、オタクたちのワゴンですか？そうです。あそこ出入り口だし駐車禁止ですよ。すいません、もうすぐ終わりますから。ピンとね、すぐクレームがつくんで、すぐにね、動かしてくれるかな。はい、すいません。すいません、すぐ片しますから。すぐ片付けますから。撤収しよう。はい、いつも座るのこの辺。じゃあね、走ってる雰囲気から彼にちょっと振り込んでくれる？はい、はい、じゃあ行ってみようか。はい、はい、行きます。あ、ちょっと待って。金村君さ、もっとこう自然にね、こう外とか見てるよ ね、自然に。はい、じゃあもう一回行こう。はい、はい、次は、はい、じゃあ区民センター入り口です。次、止まります。何撮ってんの？ちょっとダメだ。これどこの番組？ダメだ。暑いね、毎日ね。俺さ、協定の帰りなんだよ。負けちゃってさ、ほら行って、母ちゃんに怒られちゃうよ。今撮影中なんで、ちょっと。この人撮ってんの？何やったの？何かしたかったんでしょ。いや、何もしないですよ。すいません、ちょっと協力お願いします。だって聞いたっていいじゃん。だって俺だって映されてんだから。ちょっとだけだから。いいじゃない、映されてるから。いいじゃない、大丈夫だから。すいません、ちょっと。やろう、あんたがぶつかってて謝んねんだよ。あ、やろう、お前謝れよ、お前。え、うちどこなんだ、うち。人舐めんじゃねえぞ、お前。降りないの、出ますよ。え、謝れよ、ほら。なんだお前、人に前向き。どうしたの、お客さん。ちょっとお願い。ちょっとどうしたの、どうしたのこれ。今あれ、中学生とこの人が揉めてたら涙みたいな。なんで捕まえてこなかったの。大丈夫、降りよう、降りよう。ちょっといいですか。降りてくださいよ、降りて。待ってください、すいませんね、ちょっと急ぐんで、ごめんなさい。まで行った方が良かったんじゃないですか。いいよ、あんなのかかったらもう後々面倒なんだって。大したことないって、あれぐらい。ねえ、無線機のアップ撮っとこうか。こん中で。ねえ、走りながらの音を撮っとこうよ。あ、大丈夫だよね。はい、じゃあ行こう。わかりました。
なるほどね。音出ないね。来ねえな。調子悪い？最近ダメなんですよね、これ。家で見てきたんだけどな、俺。バッテリーも変えたし。すぐ治る？いやー、ちょっとこれなっちゃうともうここじゃ無理ですわ。あ、そう。ああ。そっか。どうしようか。ちょっと聞きたいんだけど、あのね、その無線機っていうの、その受信機っていうの、いろんな種類あるんでしょ？ありますよ。こういうのと、うん、あとよく置きっぱなしの据え置きのやつとか。据え置き？じゃあ金村君もさ、まあいろんなやつ持ってるわけ？持ってますよ。これも一個と、あと車に乗ってるのと、あと家にあるやつと。ああ、これと同じの。はい。あ、今日これだけ持ってんの？持ってます。あ、いやいやいや、今日はもうこれでしか、これしか持ってきてない。そっか、そっか。じゃあさ、じゃあ家にあるわけだ、それ。あります、家にはあります。じゃあさ、取りに行こうよ。今からですか？うん、ね。どうしてもさ、ほら走ってる最中の音欲しいんだよね。ね、家どこだっけ？いや、でもそしたら僕電車で取ってきますよ。いや、なん、時間もったいないしさ、ね、このほら車で行っちゃうよ。ね、行こう。なんか家とか取られたくないっすよ。いや、撮影なんかしないよ。ね、送っていくだけだからさ、大丈夫だって。行こう。ね、本当ですか？行こう、よし、行こう。とりあえず右回っちゃって。ロールさん。はい、入った。ありがとうございます。はい。そしたら、こっちの彼のアパートからこうパンして、で、窓ね、グッとちょっと寄っといて。はい。まあ、なんとなくどっか分かんないような感じで。あの、どこの部屋か分かんないよってことね。うん、そうそうそう。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、はい、じゃあ行きます。はいはいはい。はい、どっかズームの途中でカットして。はい、はいはい。もうちょっと早いのももらっとこうかな。もう一発？うん、はい、早いやつね。はいはい。何やってんすか、こんなとこ撮影しないでくださいよ。ごめんごめん。あのね、いや、俺たちのさ、悪い癖なんだよな。いや、ついついさ、いろんなもん撮っちゃうんだ。いや、気にしないで。あ、あのさ、ほら、さっきの例の女子大生の話、あの、例えばね、そのドアのノックの音とか、ああいうのもやっぱこう受信機で聞こえたりするわけ？まあ、聞こえますよ。あ、そう。あ、そっか。あれ、受信機は？ああ、すいません。もう一個もなんかすごい調子悪くて。え、いや、新しい方も？え、じゃあさ、ダメなの？全然。すいません。ちょっと待ってよ。え、困っちゃったな。それどうすんの？ちょっと待って。全然やれないな。そしたらな、どうしようか。ほら、家の中にね、その、なんかないの？その据え置きの受信機とかさ。ありますけど。じゃあさ、それ聞かせてもらえないかな、その盗聴器の音。いや、それは嫌ですよ。どうして？だって私生活とか部屋の中取らないっていう約束じゃないですか。いや、だってさ、ほら、君の受信機の調子が悪いからじゃない。ね、外の人とか全然関係ないですか？だから、分かんないようにするから、ちゃんと。あのね、ほら、取材していくうちにさ、こうほら、状況って変化していくわけじゃない。ね、だからさ、いや、それはもちろん約束は約束なんだけどね。その、協力してもらえないかな。そんなんだったら俺もうやめますよ。いや、ちょっとだけでいいんだって、本当に。いや、ちょっとだけ。いやわかった。わかった。じゃあね、やめとこう。でもさ、全然材料足りないんだよな。どうする、これかな。じゃあ車乗りましょうよ。君の？はい。車の中の無線の方がよく入りますから。それでドライブしてるとことか撮った方が全然いいですよ、部屋の中で。車か。まあ車もいいんだけどさ。でもやっぱさ、視聴者見たいと思うんだよな、ほら、君の生活っていうかさ。
もう部屋の中すごいっすよ。いや本当ちょっとだけでいいんだよ、雰囲気だけでも。怒らないで。分かった。よし、じゃあ車しよう。車どこ？あれ、はははは、あ、ちょっとこっちこっち、あ、ちょっと全体撮って、あ、これアンテナ、あ、ちょっとこれ寄っといて、寄っといて、これ、あ、なるほどね、結構いいじゃん。あ、ほら、寄っといて。意外とちっちゃいな。はいはいはい。これってさ、こう会話最初から最後まで入るわけ？いや、途中でもう切れちゃうのがほとんどですね。あの周波数が自動的に変わっちゃうんですよ。え、自動的ってどういうこと？あのエリアが決まってて、うん、そのエリア出ちゃうと別の中継局に受け継がれるんですよ。あ、そうなんだ。ああ、だから自動車電話とかだと会話の途中でも変わっちゃうから。ああ、なるほどね。はい、そうするとまあ、なるほど。まあでも相手が渋滞とかでハマってたら最後まで聞ける場合もありますけどね。あ、止まってるからね。はい。ねえねえ、この音さ、LINE で入るかな、直接。うん、あの、イヤホンジャックついてる？え、ちょっと待って。ああ、あるある、大丈夫、うん、あ、だったらいけるよ、ね、うん、よくコードあったよね。クード、車なんだ。何やってんのお前。ダメだよ、あのさ、これ何やってるか分かってる？すいません。これ、この調子だと上も混んでそうですよね。上も駐車場だな、これ。もう下で行っちゃいますか。そうだね、まっすぐ行っちゃおう。ね、そうしましょう。入ってるよな、はい、新宿西口って言ってね。ね、歩く前だよ。ね、ちょっと車出しちゃおう、ね、え、ここ行くんですか？当然でしょう。行きましょう、行きましょう、出しちゃって。本当に行くんですか？ねえねえ、こういうのよく入ったりするわけ？いや、まあたまに入りますけど。どんな内容？いや、何は覚えてないですけど、まあ、ねえねえ、こういうのってさ、うん、こういうの入った場合、こう警察に知らせたりする？いやいや、しないですよ。そんなんで変なこと関わりたくないですもん。今の会話さ、誰か他に聞いてるかな？多分。本当？どれぐらい？いや、どれぐらいとかわかんないですけど。ねえ、本当に聞いてる？聞いてますよ。電波は必ず誰かが聞いてるって思った方がいいですよ。でもさ、よくあるじゃない、ほら、あのコードレス電話、はあ、あれにほら、あの盗聴防止機能あるよね、書いてあるよな。でもあんな、もうみんな破っちゃいますよ。え、なんか細工しちゃうわけ自分で？いやいや、売ってるんですもん。え、売ってんの？まあ、だから破るというより、その音声反転装置っていうのがあって、うんうんうん、まあ、はい、火は解読装置と思うんですけど。はい。え、どれぐらいで？まあ、1万ぐらいで売ってますよ。1万円？はい。そうなんだ。え、君も持ってる？いや、今は持ってないですけど、前は持ってましたよ。あ、そうか。え、誰か先に来るかな？いや、本当に行くんですか？そりゃそうだよ。ねえ、さっきのほら、あれいたずらじゃないわけでしょ、これ。大丈夫だよ。やめた方がいいですよ。絶対やばいですよ、女の。大丈夫だって。ロングでさ、引き目で撮るから大丈夫。言っといた方がいいですよ。何言ってんの。万一さ、それがいたずらだったらどうするの、ね、だから行って確認して、それからいいじゃん、もしそうだったらね。ずっ
止まってるんですか、車で。あんたはどう考えて。ちょっと、なんかまた入った。童貞から。あ、消えちゃった。案外さ、君みたいな盗聴マニアだったりしてね。僕盗聴じゃないで。いや、それでもいいんだよね。もう番組の趣旨としてはさ、それでもいいんだよな。全然構わない。あのさ、場合によっちゃさ、俺が動いたっていいんだよな。で、ほら、電話ボックス、俺調べに行ってさ。でも、そういうのってやらせだと思われちゃうじゃないですか、そんなの。え、どうして？だってさっきのほら、あの電話の声、あれ証拠になるじゃない。まあ、でも、偶然にしても、そんな見てる人たちはなんか嘘だと思ったりするんじゃないですか、ね、いや、そんなことないって、ほら、今さ、いろいろ言われてるんだからさ、みんなそんな風に思わないよ。でも、テレビとかやらせ多いじゃないですか。そのやらせっていう言葉が良くないんだよな。あのね、こうほら、視聴者にこう分かりやすく説明するためにね、こう再現してるわけだからさ。だったらそれ正直に言っちゃえばいいと思うけど。再現してるって？おう。じゃあそれじゃインパクトないんだよな。やっぱり警察に知らせといた方がいいですよ。バカ何言ってんだよ。あのね、こういうの、めったにないんだよ、こういうスクープ。バカだな、何言ってんだよ。ねえ。いいじゃない、なんかさ、やばいもん出たらさ、警察届ければいいんだよ。そうだよ、それでいいんだよ。その先でいいんだからさ。よし、行こう。この辺だよね。そうですね。ここから。どれだ？このビル。あ、これか。あ、このビルだね。あの正面のじゃない？あ、これだよ。よし。ちょっと寄っといてくれます？あ、はい。ね。あ、あれか？あ、あれ、あれだ。あ、あれだよ。ちょっと寄って、寄って止めて。はい。はい。はい。あれだね。よし。ね、ちょっと下がって。ね、アップで撮れる。どう？うん、ちょっと角度悪いかな。あ、そう。ね、金村君さ、ちょっとバックしてくれる？ああ。はい。どう？どうだ？うん、あんま変わんないね。変わんない。うん、そうか。じゃあさ、直接行っちゃおう。で、歩道から撮っちゃおうか。ね。それですごい目立つんだよ。目立つか。でも、人物はわかるよ、ちゃんと。あ、そう？うん。じゃあさ、俺行くよ。あね、さっきさ、ほら、車止まるとこまでって回ってるよな。うん、あれ OK。 OK、うん、よし、じゃあさ、段取りだな。どうしようか。じゃあ、カメラ、前来ちゃって助手席、はい、で、はい、俺、ドア外でさ、一コメント振ってから直接電話ボックス行っちゃうよ、うん、で、ずっとフォローして行ってくれる、はい、ね、危ないんじゃないですか。ちょっと黙っててね、明かりさ、ライトつけられないんだけど、大丈夫だよね、うん、ちょっとこれ、電源あげちゃおうかな。うんうんうん、あれちゃうんだよな。いや、いいよいいよ、その方がリアルだし。いいかな。よし、そうしよう。わかった。コメントの中身だけど、な、ねえ、はい、さっきのさ、ほら、無線の声、あれはっきりわかるよな。あれは大丈夫です。オッケーオッケー。よし、うん、よし、じゃあ行こう、帰ろうか。はい、あ、ちょっと待って。え、あの、コメントしてる奥にさ、うん、無線機が見えてた方がいいんじゃないかな。これだったら、ここの席の方がいいんだけど。あ、そうか、それがいいな。あ、そうしよう。よし、じゃあ、コメントの中で撮るね。はい。はい、よし、じゃあ、よかったら回して。レインあげちゃうよ。うん、はい、回りました。はいはい。先ほど偶然携帯電話に入った、あ、生々しい、やり取り、これが本当かどうか、私は今、新宿の西口ハルク前の電話ボックスのところに来ています。それでは行ってみます。ねえ、ちょっとライトつけて。はい。どう、はっきり読める？うん。820。鍵もうちょっと見せて、鍵を。こっち、これ。うん。
はいはいはい。いい。はい、大丈夫、OK? OK。じゃあさ、このままで俺の声入れるね。いいよ。ずっとアップで。はい。いい。はい、どうぞ。じゃあ、はい。電話の内容通りの場所に、本当にキーがありました。これがそうです。ありがとう。はい。はい。じゃあね、次、俺の顔ね。はい。どうしようかな。動かしてもらおうか。ね、動いた方がいいだろう。あ、そうだね。ね、そのほうがいいよね。いや、ちょっとね、金丸君、うん、向こうへ、西口の方つけてくれるかな。お願いします。いい。はい、どうぞ。はい。果たしてこのキーの番号のロッカーに、本当に拳銃が入ってるんでしょうか。私は今から新宿西口地下にありますコインロッカーに向かうことにします。はい、OK。はい。はい、いやーさ、本当にさ、こんなことになるとは思わなかったよ。ねまだテープあるよな。テープ。大丈夫です。大丈夫。はい。よっしゃ。本当に行くんですか。いやだってさ、この黙って帰るわけにはいかないでしょう。あ、この辺につけようか。あ、はい、あの辺でいいから。よし。でもやっぱ本人が来るの待ってた方が良かったんじゃないですかね。なんで。いや、それで本人が来たら警察届けて、ピストル出てきたら取ればスクープだったんじゃないですか。鍵戻して。いや、いいよいいよ、ね、行こうね。もうここまで来たら後戻りできないよ。よし、やるしかない。じゃあ行こうか。カメラで2人で行くから。じゃあな、待ってて。はい、ね、待っててくれる。よし、じゃあサムちゃん行くよ。よし、行きよう。伊藤さん、はじめに新宿駅あれ、はい、3秒ぐらいね。はい、で、俺の方に担してもらって。じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。はい、回りました。私の後ろにある地下に向かう階段、これを降りたところにあるロッカーが引き渡しの指定場所です。私は今体の震えが止まりません。本当に、拳銃があったらと想像すると、心臓がドキドキします。しかしとにかく行ってみることにします。よし、じゃあ行こう。じゃないか。全然違うね。こっちだね。違うな。え、どっち、あっち。おい、ないよ、ないよ、ないよ、全然。あれ、あったあった。こっちだ。あ、これだ、これ。あ、あった。これだ、これだ、これ。820、820、820どこだ。あ、これだ。あったよ。じゃあ行く。やばいよ、ここ。どうしよう、乗っちゃって。とにかく移動しよう。あったよ。移動しよう。とりあえず出て。わあ、強い強い。もっと下がって。はい。うん。で、もっとカメラの方に来て。はい。うん。シートの影出すなよ。はい。最初顔からでいいのね。そう、顔から。はい。で、俺が、箱を開けますって言うから、うん、そしたら箱の方にパンして。はい。じゃあ待ってる？待ってる。はい、じゃあ行くよ。はい、どうぞ。先ほど私が行きました地下のコインロッカーの中に、本当に箱がありました。この箱がそうです。この箱の中は本当に拳銃なんでしょうか。それでは開けてみます。
開けます。もう一つ箱がありますね。これ二重になってます。これですか。これ重いですね。ずしっとします。これ何でしょうか。 ありました。拳銃ですね。これは本物なんでしょうか。どうですか、これ見てどう思います。どう思いますか。ありがとう。ちょっと待って、カノブ君さん、何でもいいからちょっと言ってよ。いや、いきなりそんな言われても詰まっちゃいますよ。いやいや、だから、驚きましたとかさ、すげえでも何でもいいじゃない。ねえ、そうやって彼に振るの。なんで。だって、ここだとリアクション取れないよ。どうして。後ろだもん。カメラ外出た方がいいんだよな、したら。そう、だったらさ、初めにそう言ってよ。じゃあ、俺出るな。ヨコも出て、横から当ててくれる。よし。ねえ、金村君さ、俺がさ、質問したらさ、何でもいいからこう答えてよ。ね、感想言って。でも、うまく言うか分かんないですよ。いや、大丈夫だってよ。これまだ開けちゃうか。自分の思いついたことさ、言えばいいんだから。ね、頼むよ。よいしょ。金村君、ああ、そっちの窓も開けてくれるかな。ああ、今そっちの方がいい。岩井ちゃん、はい、シート下げて。ちょっと待って、あ、これか。よこ、はい、ライトもっと背面回って。あ、岩井ちゃん、もうちょっと下がった。もっと、このまま。はいはい、ヨコ影出すなよ。はい、わかりました。箱にも当たるようにしといた。はい、顔影出てるぞ。いい。はい、お待ちどうさま。あ、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待ってね。段取りさっきと一緒でいいのかな。そうそう。よし、じゃあもう一回行こう。いい。はい、どうぞ。はい、じゃあ行くよ。先ほど私が行きました地下のコインロッカーの中に、本当に箱が入っていました。この箱がそうです。この箱の中は本当に拳銃なんでしょうか。それでは開けてみます。開けます。もう一つ箱がありますね。開けます。これは重いですね。これずしっときます。 ありました。これは拳銃ですね。これ本物なんでしょうか。どうですか、これ見てどう思います。すごいですよね。ちょっとカット。ちょっと待ってよ、全然驚いたって感じがないじゃん。だって今見ましたからね。いや、ちょ待って、ねえ陽子、ちょっとこれちょっと片付けて、もう一回、はい、もう一回やるから。いや、だからね、いや、だから、うん、テレビ見てる人にとってはさ、初めてでしょ、今のが。さっきのはほら、なかったわけなんだからさ、初めてなんだから。わかるでしょ。あね、大丈夫だよね。でも、どんな風に言われればいいのか。いや、だからさ、ちょっと驚いてくれって言ってんじゃん。怒んなくたっていいじゃないですか、俺だって初めてなんだもん、こんな。ねえ、もう見てるだけでいいんじゃないかな。いや、だからさ、やっぱほら、彼の一言欲しいんだよ。だってずっと彼のこと追ってるわけでしょ。岩井さん。だからさ、何でもいいのね。こうちょっとほんじゃオーバー気味でもいいよ。オーバー気味でこう信じられないとかさ、何でもいいんだけどな、言ってよ。はい、いい、頼む。よし、じゃあもう一回行こう。はい、頼むね。行こう。じゃあ行くよ。はい、どうぞ。先ほど私、ちょっとごめん、あ、ダメだ、俺興奮してたな。ちょっと待って、じゃあもう一回ね。私が先ほど行きました地下のコインロッカーの中に、本当に箱がありました。この箱がそうです。この箱の中は本当に拳銃が入ってるんでしょうか。開けてみます。もう一つ箱がありますね。二重になってます。開けます。これですか。これですね。あ、重いです。かなりずしっとします。あ、ありました、ありました。拳銃ですね、これ。これは本物なんでしょうか。どうですか、これ見てどう思います。いや、信じられないですね。いや、本当に偶然たまたま入ってきたあの無線で出てきたんですからね。はあ、まさかという感じですよね。はあ、はい、カット。こんなもんか。あ、いいんじゃない。
もうちょっと驚いてもらってもよかったんだけど、まあいいよいいよ、ありがとう。次段取りどうしようか。じゃあね、次俺ほら、持ってるから、はい、ピストルのアップからね、はい、でそこで金村君の手が入ってきて、彼が拳銃手に持つから、はい、で顔の前でよく見てもらって、はい、でコメント一つもらおう、はい、ね、はい、よしよし。拳銃持つの？うん、やですよ。それどうして？いやだってそんなの映されるの嫌ですって。いやだからさ、君がね、その無線盗聴したのでそれで出てきたわけでしょ。だからさ、君がやっぱり持っててもらわないと絵がほら、そんな自分でやればいいじゃないですか。だって俺関係ないっすよ。取ってきた岩井さんだし。ちょっと待ってくれよ。逃げてんのそれ？別にそんな逃げるもん。今さらさ、無関係って言えないでしょ。だって今までのこと全部テンプの中に入ってんだからさ。何言ってんの？きったねえ、マジ。何が？いきなりそんなの。なんだよ、そんなの俺最初からやんないっすよ。いや頼むよね。だからさ、一言でいいの。一言だけね、一言でいいからさ、ちょっと言ってよ、一言頼むよ。拳銃は持ちませんって。だからここまで関わったんだからしょうがないじゃんな。岩井さん、もうさっきの OK なら警察届けた方がいいですよ。うるさいな、ちょっと黙ってろよ、お前は。うるさいな。だからさ、このカット取ったら行くからさ、黙ってろよ、いちいちうるさい。はい、頼むんですよな、頼む。ね、一言だけ。ね、顔絶対映さないから頼む。いやいやいや、ほんと勘弁してくださいって。ちょっとだけ持ってよ。じゃ持って、一言だけなんだよ。持ってるかも映されるのは。ほんとやるしって、マジ勘弁してくださいよ。持ってくれよ、頼むよ。一言だけで。撮影じゃん。やばいねえ、何撮ってんの？ちょっと悪いんだけどさ、ちょっと邪魔しないでくれる？もしかしてさ、AV？ そんなんじゃないよ。ねえ、こいつ撮ってんの？そう、取材。何やったの、こいつ？そんなんじゃないったら。じゃあ何？テレビ？なんていう番組？報道。かっこいいじゃん。ねえ、次何やんの？若い男だよ。なんだよ、教えろよ。じゃあいくら入って、終わったんだよ。だよ、ケチ、教えてくれたっていいじゃん。終わったって言ってるだろ。だよ、終わったんだよ。いいんだよ、行けよ。どうだよ。くそ、なんだあいつら。ちょっと場所変えよう。くそ、なんだあいつら。本当に向こう回っちゃってる。ああいうの来たらさ、ちゃんと言ってくれよ、お前。はい、おい、ちょっとどけよ。なんだあいつら。あいつらもう…どけって言ってんだよ。どけよ。わざとやがせやって…おいおいおい、危ない。危ない。ふざけんな。おい、何やってんだよ。ふざけんな。やめろ、何してんだよ。うつすぞ、外出ろ。やめろって。ライトつけろ、つけろ、ライト。やめろよ。やめろよ。なんだこれ。ふざけやがって、女の子。ふざけんな。ちょっと大丈夫か、あいつは。おい、ちょっとおめえら映してんじゃねえ。ちょっと俺、ちょっと早く車乗れ。おめえも早く乗れよ。おい、早く乗れって言ってんだ。何やってんだよ、水水。ふざけんな、マジ。カメラ切れ。何だ、何だ、どうすんだ、マジで。落ち着け、落ち着け。何だこいつは。ちょっと、マジで。どうすんだよ、バカ野郎。落ち着けよ。マジで、おめえらのせいだ、これよ。どうするつもりなんだよ。バカじゃねえの、ほんとに。おめえらのせいだっつってんだよ、こんなの。なんだ、ほんとに。警察行こう、警察。ふざけんなっつうの、ほんとに。あー、なんだ。だからさ、だから正当防衛だよ、こんなの。なあ、暴発したってことすれば。お前だ、笑うな。おめえらのせいだっつってんだろうが、人事みてえに言うなよ、ほんとよ。マジ、なんだよ。あんな誰みてえな、どうせ殺したってろくでもねえのよ。待って、それさ、差別だろ、お前。せえよ、関係ねえんだよ、いきなり。だからさ、ちょっとどうしようってんだよ、ほんとによ。落ち着けよ、
だからさ、取る取る。お前取ってんじゃねえよ。あんなやつどうせ殺したってどうでもなんねえんだよ。だいたいお前見てるだけで止めなかったじゃねえか。やんなきゃこっちがやられてんだから、そうだろうがよ。そうだけどさ、いやなんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。いきなりよ。でもさ、こっちせえよ。ほんとによ、おめえ黙ってろ、くするぞ。だいたいおめえがピストル取りに行こうって言ったんじゃねえかよ。そんなこと言わないでこんなことなんねえのによ。俺に持たしたのもおめえだしよ、全部おめえらのせいだ。こんなことよ、分からきやがって、これバカだ、それで思ったんだよ。分かった。じゃあさ、本当にそんな拳銃海に捨てような。そしたらさ、何もなかったことになるだろうと。いや、おめえらが喋ったらそんなもん何にもなんねえだろうか。約束するって。考えてもねえな、本当に。約束するって。だからさ、君がやったこと誰にも言わないからさ。で、それにあのテープ全部捨てる。当たり前だっつうの、おめえらがテープ捨てんだよ。俺はもうおめえの指図なんか受けねえんだよ。だからさ、約束するからさ。このままだったらさ、まずいよ。だからその拳銃さ、どっか捨てよ。だからほら、あの、隠せるとこ分かってるからさ、な。お前じゃ絶対言わねえかよ。絶対言わないよ。言わないって。バカじゃねえの。でもおめえが嘘ばっかついてんだから信用できねえよ。嘘ばっかついてないよ。ついてんだろうがよ。おめえがずっと嘘ついてるからこういうことになるんだよ、バカよ。でも、本当に。でもさ、まずいって、絶対バレるって。ちょっとバレるよ。おめえが喋んなきゃ黙んねえ。おめえよ、何にもなんねえんだよ。バレねえよ、ほんとに。こいつ何撮ってんだってね。やめろったよ。撮ってないよ、撮ってないよ、ほんとに。撮ってないよ。なんで俺がこんな毎日、もう最悪じゃねえかよ、こんなことよ。つけて、ほんと最悪だよ、マジよ。なんで俺がこんな目に遭うんだよ。そのマイク取れ。お前もそのなんか腰のバッグとかなんか首からかけてんの取れ。それもカメラいいの？いいよ。俺のこと映すなよ。うん、もっと下がった方がいいんじゃない？いや大丈夫。上着脱げ。なんで？口ごたえすんな、早くやれや。おめえもだよ。ベッド入れ。おめえら喋んねえよ、証拠とんだ。当たり前だろ、女のや。ちょっと待てよ。バカじゃ、早くやれ。それやったら返してやるや。早くしろよ。早く。絶対言わないからさ。バカじゃん。もう俺は自分のことしか信用しねえんだよ。何やってんだよ。やめようよ、バカじゃん。お前だってさ、人生あんだからさ。おめえに言われたくねえよ、んなことは。早くしろや。早く。ちょっと待って、動くなよ。早くしろよ、おめえ。何撮ってんだよ。撮ってないよ。全部脱いで早くやれよ。何すんだよ。質問しなくていいからやれや。何すんだよって大体考えりゃ分かんだろうがや。お前らがやってるとこ飛んだよ。俺が用意スタートって言ったらやれや。ちょっともうちょっと下がっておこう。早く俺のこと見なくていいからやれや。カメラも見なくていいんだよ。お前言われたことだけやれっつうの。用意スタート。な、言われたことやれっつってわかんねえのかい。おいおい、やれや。早くしろよ、ズボン脱げや。ね、男が脱がなきゃ女だってできねえんです。なんだよ、その人。早くズボン脱げっつうの。早く。次お前ほんと変なことやったらほんとぶっ殺すよ。お前も早く脱げや。なんで脱がしてもらうのかい。なんだよその目は。岩井さん、これレイプシーンで行こうや。
よし、スタート。やれよ。あんなに早くやるよ。やめてよ。馬鹿じゃん。嫌がってるよ。いいからやれっつうの。やめてよ。だからしょうがねえんだよ。やめてよ。だからやめてよ。カメラこっち来いよ。だからちょっと待って。そこじゃ撮れねえ。ちょっとしろよ。やめてよ。なんとかなるんじゃないの。じっとしろって。使ってでもいいから立たせろよ。お前の下の方ぶっ飛ばすよ。お前早くしろよ。いや、ねえ、もうジタバタすんなよ。俺映すなよ。寒いな、俺、うん、こんなもんで。お前、そういう現場行ったことあんの。会社で内緒でな。なんでこんなやってんだよな。見るやつはいるからじゃないの。さらに役だね。おめえ、勝手に動くなよ。勝手に動くなって言ってんだ。何やってんの。撃てば。ああ、じゃあ服を置け。ほら、どこ行くんだよ。やりたいの。我がちゃん、どこ行くんだっつってんだよ。風呂場だよ。我がちゃん、勝手に行け。おめえも服着ろよ。みっともねえ話よ。落とされりゃ何だってやんじゃん。なあ、マジテレビなんて思い上がってるだけだよ。いい気になってや。なあ、俺絶対お前らの偽物になんかなんねえよ。お前らが全部でっち上げてや。なあ、俺にも言い分あるよ、こんなのや。そうだろ、お前や。おいおい、そうだろ。なあ、俺にも言い分あんだよ。なあ、言ったってわかんねえけどよ。なあ、おい、ビビってんのか。おい、なんだよその手、話せ。おい、お前さ、何この手、話せって言うの。お前撃つよ、本当に。早く早く、お前話せって言うの。なんだよ、お前なんだよ、言ってみろよ。いや、うまく敵に回すぞ、お前。おめえがなんでいきなり世の中になるんだよ。おめえが世の中を動かしてんのかよ。おい、おい、おめえが動かしてんのか、世の中よ。なあ、そしたら簡単に動くじゃねえか、こうやりゃよ。俺が動かせんじゃねえか、そんなもんが。なあ、そうだろ。こうやってやりゃお前言うこと聞くだろうがよ。誰だって。なんだおい、
なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。なあおい、お前なんだ、怖えんだろ、こうやってやられりゃ言うこと聞くだろうがよ。うなずけや。おい、そうだろうがよ。バカじゃねえの、ねえ、なんか痛んねえ。ビビってんだこいつや。おめえや、気持ちも分かるかよ、このバカや。Thank you.
っとっと、稼ぐよね。いや、まあね、どっか混んでた。そうだな、何人気があるの。ヌマスの先、通り方かな、1キロぐらいかな。ねえ、これ取れる？ああ。これちょっと綺麗だから取っとこうよ。今の撮った？いや、撃ったとこ分かんねえ。どうすんだよ、どうすんだよ。トイレ行きたいな。どうすんだよ。何か言うなら早く。え？急いで。何言うんだ？早く！金村は、いや、金村青年を